イルカは水中生物で唯一鏡の中の自分を認識することができるんです。イルカはミラーテストをパスする動物の一つですが、なんと人間の赤ちゃんよりも早い時期から鏡の中の自分を理解できることが研究から明らかになりました。 ミラーテストにクリアする動物は人間の他にチンパンジー、ゾウ、カササギなどが知られています。日本人は世界で唯一トイレの音を恥ずかしがる。日本人は世界で一番生活ゴミの量が多いんです。 日本人の話すスピードは60年前と比べて約1.2倍速くなっています。日本では道路が左側通行だが世界的に見ると90%が右側通行です。愛媛県ではラーメン屋、うどん屋に ほぼ100%おでんが置いてある。愛媛県では給食でポンジュースが出てきます。ポンジュースの名前の由来は日本一のジュースになるという願いからです。愛媛県では 中学2年生になると少年式という儀式がある。愛媛県民以外には聞き馴染みのない少年式は愛媛県が2月4日の立春の日を少年の人独自に定め、この日に中学2年生をお祝いするという日本の古来からの成人通過儀式、 玄服にちなんだ行事です。タコは心臓が三つある。四百年生きるサメがいる。シャチよりカジキの方が強い。タコの血は青い。 くしゃみは時速160キロ。朝は夜よりも1センチ背が高い。人間の骨は鉄よりも硬い。人類の最高体温は46.5度。 インスタントラーメンはほぐすとまずくなる。ピーナッツはナッツではなく豆。ラーメンは雨の日に美味しくなる。猫の名前の由来は寝る子。 猫には鎖骨があって犬にはない。猫は甘い味がわからない。猫のうんちで作ったコーヒーがある。ポケモンの世界にはインド像がいる。 カイリキーたちはパンツを履いていない。イワークとポッポの攻撃力は同じ。ポケットモンスターの英訳はおチンチン。犬は猫舌。コアラは一日二十二時間寝る。 キリンは長い舌を使って鼻をほじる。カメムシは自分の匂いで気絶する。今のアンパンマンは三代目。アンパンマンは作者の戦争体験をもとに作られている。チーズは バイキンマンの手下だった。初代アンパンマンは、降射砲で撃たれて、安否不明。ルフィには、心情の描写がほとんどない。ゾロはもともと、百万ベリーの賞金首。サンジの名前は、ナルトになる予定だった。 アニメ版ワンピースではルフィより波が先に登場した実在するブラック高速先生が教室に入ったら拍手で迎えるカラオケに行っても歌ってはいけない服装違反したものは半年間共闘と 交換日記をする。誰かの拘束違反を担任に告げ口したら、自分の拘束違反で没収された漫画などを返してもらえる。以上の話は、本当に実在する、ブラック拘束です。月は、三つある。 宇宙ではトイレに行きたくならない。宇宙では数センチ背が伸びる。二億年後一日は二十五時間になる。悟空にはオリジナル技がない。ピッコロは男ではない。 悟空とチャオズは一度も会話をしていない。スーパーサイヤ人は髪の毛を黒く塗るベタ塗りが面倒だからという理由で誕生した。抹茶系の食品に含まれている緑の色素は虫の糞カイコの糞 エビのしっぽとゴキブリの羽の成分は同じゴキブリを殺すと大量の卵を産む19歳までと19歳から死ぬまでの体感時間の長さは同じ隣のトトロの サツキとメイはもともと一人のキャラクターだった。サツキとメイは映画の尺を伸ばすために姉妹になった。トトロの本名はミミンズク。隣のトトロの工業成績は赤字だった。 ブルーライトは目に悪いという証拠はない。目にも効き目がある。人間には見えない色があり、鳥にはその色が見えている。人間の目は五億七千六百万画素。 胸のやや上に下痢になる壺がある。セブンイレブンは N だけ小文字。肘の先と顎はくっつけられない。ポテトチップスは着火剤の代わりになる。 カッパエビセンも着火剤の代わりになる。日本人は世界で一番目が悪い。石油がなくなるまであと40年。味噌汁は4リットル飲むと死ぬ。 ちなみに、ペヤングペタマックスを一つ食べると死ぬ。食塩の含有率が致死量ということでお話をしています。個人差がありますので、死ぬ人、死なない人もいます。理論的には死にますが、人間には防御反応 ホメオスターシスが備わっていますので、水分を多くとって体がむくみます。ドリフターズの加藤茶さん、高木ブーさんも減塩の食生活に励んでいます。減塩大切です。 YouTube コメントを入力する際に文字の左右にハイフンを入れると取り消し線がつきます。コメント欄に時間を入力すると目次を作れます。5行以上のコメントには続きを読むというボタンがつきます。 文字の左右にアンダーバーを入れると、斜め文字になります。審判がシュートして、正式に得点になった試合がある。開会式の日を間違えて、危険になった高校がある。 サッカー選手を子供と手をつないで入場させるのは、子供の前で反則などの恥ずかしい行為をさせないためなんです。藤原達也は中学時代、秩父の悪魔と呼ばれていた。食卓に納豆が並ぶと、ベランダから投げ捨てていた。 2時間目にコンビニに行ってお菓子や飲み物を買い給食前に戻っていた。サッカー部に所属していて絶対に下がらず味方にパスしないフォワードだった。見かねた顧問にポジションを変えられふざけんじゃねえバカ野郎と文句をつけていた。カラーギャングの構想を見学にしに 池袋に行った際に、ホリプロにスカウトされた。事務所関係者が学校に挨拶に行くと、教師たちは、引き取ってくれてありがとうと口を揃えた。高校入学後、僕が学ぶ場所は、高校じゃなくて、稽古場なんだと思い、4日で中退した。競馬が大好きで、休日は朝から、 競馬場に行くことが義務化している。ほとちゃんで知られる、ほとールは昔、のっぺり成人という芸名で、ピンで活動していた。芸人になる前に、何か一発当てたいと思い、毒物劇物取扱い責任者という、国家資格を取得した。吉本印天然素材時代。 ファンに住所がバレていて、ファンが公共料金の振り込み紙をポストから取って払ってくれていた。ドラマ、北の国からの大不安で、フラノ第二のふるさとと呼んでいる。これまで、フラノに訪れた回数は100回以上で、観光大使にも任命されている。奥さんにプロポーズしたのは、フラノに行っ 帰りの車の中、宮川大輔曰く、文句や悪口を言っているのを見たことがない。悪口を言いたいと思うことはないのかと聞かれた際には、思うときはゼロではないけど、悪口言うと酒がまずくならへんと答えた。トールのストレス解消法は、競馬。 秋元康は2012年8月まで2歳サバを読んでいました。高校2年生の時、親友が日本放送でアルバイトをしたいと言っていたが、大学生でなければダメだったので、自身も大学1年生とごまかした。なぜそこまでヒットを生み出し続けられるのかと聞かれ、たくさんやってきただけと公言している。 48と坂道グループのほとんどの楽曲の作詞を担当していて、2023年3月時点での1540曲の作詞をしている。登場時の VTR で作詞家生活42年で書いた曲は8000曲以上と紹介された時、8000曲は持っている。実際は4、5000曲ぐらいと語った。 ボツも入れれば8000曲くらいはあります。握りっぺをして退場した選手がいる。ドラえもんの職業は特定医師白弱児童監視指導員です。ジャイアンのパンチ力は6トン。伸びたの射撃速度は ゴルゴやジエンより早いです。ドラえもんはジャンケンでパーを出せる。ゴリラの正式名称はゴリラゴリラゴリラ。ホッキョクグマは武器を使える。カタツムリはコンクリートを食べている。 人手は腕がちぎれると二匹になる。ハムスターは四日に一回発情する。キリンの交尾は九割はオス同士です。カモのあそこは一年ごとに生え変わる。 トンボは性欲がないと死んだふりをする。施設の許可なくスマートフォンを充電するのは窃盗罪です。寝ている友達の顔に落書きをするのは暴行罪です。お釣りが多かった時に 申告しないでそのままもらって逃げるのは詐欺罪です。多目的トイレで着替えるのは建造物侵入罪になります。昭和の学校は週6日登校だった。土曜日は半ドンといって午前中の授業で帰れました。 昭和の部活は水を飲むことを禁止されていました。昭和の先生は職員室でタバコを吸っていました。美術の先生や音楽の先生などは授業中でもタバコを吸うことが OK だったんです。昭和の女子はブルマを強制されていた。 人間の体感では19歳で人生の半分を終えている。スマホを充電しながら操作するとバッテリーの寿命が短くなる。日本人の年間死亡原因の第1位は中絶です。男性の 初体験の平均年齢は18歳です。ニューヨーク州ではダサい男は外出禁止です。オーストラリアでは日曜日にピンクのパンツを履くのは違法です。スコットランドではトイレを貸さないのは違法です。 サモアでは妻の誕生日を忘れることは違法です。学校教員の1ヶ月の残業時間は平均123時間で過労死ラインの月80時間を大きく上回っているが残業代はつきません。学校教員は 土日に部活の顧問をして、家に帰って授業の準備をします。学校教員の過半数がモンスターペアレントの対応に追われたことがあります。毎年5000人以上の学校教員がうつ病などの精神疾患で休職しているんです。 クリスマスイブが晴れになる確率は93.3%で一年で一番晴れやすい。世界初のサンタクロースからのプレゼントはお金。広島県民にカラス麦のと聞くと焼きたてクッキーと答える。 広島県では静岡県と同じくよく新商品のテスト販売が行われる。広島県民は星座のことをお神社という。広島県民は自動車免許を取得すると山口県の山賊へドライブする。マクドナルドの ロゴは M を意味していない。実はあれは1955年にオープンしたマクドナルドのシカゴ1号店に設置されていた建造物を表しています。その店では看板の上に大きな2本のアーチを作り目印としました。それがゴールデンアーチと呼ばれるようになり、 マクドナルドのシンボルとなったんです。それを現在もロゴとして使っているのである。マクドナルド菅鴨店ではポテトをお芋と表記しています。アメリカのアリゾナ州セトナでは青いロゴのマクドナルドが存在します。マクドナルドのマックシェイクのストローは 母乳を吸う速度と同じ速さで吸えるようになっているんです。6月15日は千葉県民の日で学校が休みになり様々な割引などがあります。千葉県の小中学校では出席番号が名前ではなく誕生日順である。 千葉県はピーナッツが特産品で味噌と砂糖に絡めた味噌ピーが存在します。千葉県民は夕方5時のチャイムをパンザマストと呼びます。パンザマストとは鉄塔の一種で鉄板組み立て柱を示します。千葉県では夕刻に児童生徒に 帰宅を促す防災行政無線放送をパンザマストと示すようになりました。エジソンは7人兄弟の末っ子として生まれました。何でも興味を抱き知りたがるため教師からは嫌われ頭が悪いと言われていました。そんな評価に納得がいかない母は すぐにエジソンを退学させ、自宅での教育を始めます。そこから実験に夢中になり、蓄音機や発熱電球など、数々の発明をする発明王になったのである。木の隙間や雲の間から光の帯が見える現象を、 死んだる現象と言います。試験中などに同じ音楽が永遠に頭でループする現象をイヤーワームと言います。歌種たた中、体がビクッとなる現象をジャーキングと言います。鉛筆を指で振って ぐにゃぐにゃに見える現象をラバーペンシルイリュージョンと言います。モアイ像はもともとは目が埋め込まれていましたが特別な力が宿るため部族間構想が起きるたびに破壊されていました。アンコールワットには江戸時代の武士が書いた 落書きがある。エアーズロックの地上に出ている部分は全体の5%しかない。ピサの斜塔の鐘の音は音の振動でもっと傾く可能性があるため実はスピーカーから出ているんです。長野県民は 長野市のことを長野、長野県のことを信州と呼びます。長野県民の各家庭には野沢菜をつけるための大きな樽がある。長野県のギターの出荷額は全国一位でほぼ半分のシェアを占めています。 長野県民は年越しそばは元旦に冷たくしたおそばを食べる。南極の氷は平均で約2500メートルの厚さがある。南極では一日中日が出ていない日もあれば一日中日が出ている日もある。 南極の氷がすべて溶けると地球全体で60メートルも海水面が上昇します。南極ではどんなに寒くても風はひかない。菌やウイルスが存在しないためなんです。福島県民はほぼ すべての人がヨク、よーくべにまるの歌を歌えます。お茶碗についたご飯などを水につけ、ふやけるのを待つことを、うるかすと言います。藍津地方では、夏の海水浴の代わりに、稲わしろ湖で湖水浴をします。藍津地方では、 地元民に親しまれた天ぷら饅頭が存在します。夏目漱石は8人兄弟の末っ子であり、生まれてすぐ里子に出されていたんです。夏目漱石はその後8歳で元の家に戻りますが、親戚をたらい回しにされていました。 そんな家庭環境でありながらも、23歳で帝国大学に入学し、主席で卒業しているんです。漱石は小説家としては38歳にデビューし、食生活が原因で49歳の若さでこの世を去っています。亡くなった後の夏目漱石の脳は、 東京大学に保存されています。山梨県では対抗者の有無にかかわらず、右折優先という山梨ルールが存在します。千円札の裏に描かれている富士山は山梨県側から見たものである。山梨県民は 背中がかゆいときに、背中かいてくださいを、背中かじってくださいと言います。山梨県は海に面していない県だが、マグロの消費量は全国第2位である。元気玉を一番最初に打ったのは、クリリンである。 新しい敵が街ごと吹き飛ばす描写も背景を描くのが面倒だからということで誕生しました。サイヤ人は野菜の名前。義乳特選隊は乳製品。フリーザ軍兵士は果物の名前が多いんです。山形県の ソウルフード、芋煮の時期になると、スーパーで芋煮セットをレンタルできるようになります。そして、コンビニでは、芋煮用の燃料用の薪が売られるようになります。山形県民は、電話に出るとき、もしもし、まるです。ではなく、もしもし、 まるでした、と言います。山形県には、間引きした小さなスイカを使った漬物があります。島根県では、お客さんが帰るとき、ようこそと言います。島根県では、しゃもじを持って、軽快に踊る、金にゃもにゃ祭りが、 存在する。島根県ニマサンドミュージアムには世界最大の砂時計があります。島根県で世界で初めて缶コーヒーが誕生したんです。上履きのことを和歌山県ではバレーシューズと呼びます。 大もろこしのことを沖縄県では山ととうちんと呼びます。一世の世のことを福井県ではルンルンと呼びます。聖座のことを富山県ではちんちんと呼びます。 横浜市民は出身を聞かれた際、神奈川県ではなく横浜と答えます。神奈川県で進学塾といえばステップである。江ノ島電鉄の越越越駅はホームが短く電車がはみ出ます。神奈川県は 日本で唯一、精霊指定都市が3つある県である。かつて、長崎県には、東京タワーよりも100メートル以上高い、オメガタワーが存在していました。長崎県では、かさぶたのことを、つ、と呼ぶことがあります。 長崎県ではお正月にナマコやクジラを食べる家庭が多いんです。長崎県では行くと来るを逆の意味で使うことがあります。岩手県民は横断歩道で車が止まってくれた際、丁寧にお辞儀をする人が多いんです。 NHK の連続ドラマ小説のまちゃんで有名になりました。ジェジェジェは岩手の方言ですが、岩手県民は耳にしたことがありません。岩手県にはカッパ淵という場所があり、キュウリのついた釣りがあります。岩手県は 剣として全国で一番大きいです。カバは時速40キロで走り、噛む力は1トンを超える化け物である。カバは汗の代わりに日焼け止めや消毒効果がある赤色の粘液を分泌します。 赤い汗ではありません。アフリカではカバによる死亡者が肉食獣よりはるかに多く年間3000人も死者が出ています。カバは草食動物ですがワニの獲物の動物を横取りすることもあります。 岐阜県民は丸坊主のことを丸坊と呼ぶ。岐阜県は日本の人口重心の中心であり、日本のへそと呼ばれることもあります。岐阜県民は自転車のことをチャリンコの他にケッタとも呼びます。岐阜県には 香川や大阪より大きい高山市が存在します。ダチョウの脚力でキックするとライオンすらも一発 KO できる。ダチョウは敵が近づいてきた時に頭を地面に突っ込むと言われています。ダチョウは世界最速。 最大の腸類で卵は世界中で最大である。ダチョウの腸は超長い。3歩10分の消費カロリーと赤十回の消費カロリーはほぼ同じです。腹筋トレーニングは脂肪燃焼にはさして効果がなく、 ダイエットに向かない筋トレである。リーンゲインズ食事法という一日の中で8時間は好きなものを食べていいというダイエット方法があります。朝起きた時に二度寝をするとリズムが壊れてしまい太りやすくなります。大学生になると 別れの挨拶がバイバイからお疲れになります。LINE の交換をしたはいいもののしばらく経つと誰だかわからなくなる。石川卓木は食べたいと言って母に作ってもらったおまんじゅうを食べる気がうせたと言った。 母に投げつけたことがあります。石川卓木は約60人から総額1500万円もの借金をしていました。借金の使い道は生活費ではなくほとんど遊郭での女遊びでした。そして奥さんにバレないようにローマ字で浮気日記をつけていました。 教科書に出てくる偉人も実は人間ですから欠点もいっぱいあるんです。チンパンジーと99%は DNA は同じですから学校では教えてくれなかった偉人の裏の面をちょっと知りたい方は人間だもの雑学をぜひ ご覧ください。カピバラは動物園ではじーっとしていることが多いですが、実は時速50キロで走ることができるんです。おしどりはおしどり夫婦どころか、子供ができた後は浮気をします。豚は体の構造上、 空を見ることができません。豚に空を見せたかったら、豚さんを抱いて、顔を上に向けてあげてください。昭和時代では、連絡を取り合うため、駅の掲示板を利用していました。駅には黒板が置いてあり、そこにチョークで、 伝えたいことを書いていたんです。昭和時代ではゴールデン番組で女性の裸がよく流れていました。今では考えられませんが女性のおっぱいは普通にテレビで流されていました。昭和時代には今は当たり前になっている消費税がありませんでした。 昭和時代には駅に炭を履くための壺が設置されていました。炭壺です。韓国のエレベーターでは4階をホースの F で表示することがあります。韓国ではダッフルコートのことをトッポギコートとも言います。 韓国語で家族は家族、運動は運動、無料は無料と言います。日本語に似てるな、すみだ。だ茨城県にはサメの飼育種類が日本一のアクアワールドという水族館があります。もともとは 大笑い水族館という名前だした。茨城県の牛久大仏は、青銅製の立像として世界一大きいんです。中にエレベーターがありまして、上まで登っていけます。そして、展望できます。茨城県は、都道府県魅力度ランキングで、最下位が、 最多である。茨城県民御用達のスーパーすみグループは、これから品質の良さで、テレビでガンガンと取り上げられることでしょう。左利きをサウスポーと呼ぶのは、昔の野球場の設計上、当主の左側は、 南だったからです。野球がオリンピックから除外されたのは世界的にはマイナースポーツだからです。木製よりもよく飛ぶ金属バットの中身は発泡売れたんである。佐賀県民はブラックモンブランとミルクックが 全国発売だと思っているんです。佐賀県には昔に飢金を救った船に感謝し生きたままの船を食べる祭りが存在します。佐賀県ではラーメンに生卵をそのままトッピングします。佐賀県民の道案内は東西南北で 説明してくれます。反町隆のポイズンを流すと赤ちゃんが泣き止む。妻の松島奈々子と娘の運動会に行った際、目立たないようにしたが、目立ってしまった。趣味のゴルフを始めたきっかけは、松島奈々子とのデートを誤魔化すため。長女が生まれた頃、 4年間ほぼ毎日ゴルフの練習をしていて、娘にプロゴルファーだと思われていた。バス釣りも趣味で、ビワコハンを一望できる別荘を持っていて、釣り用のボートも所有している。食べ物にはまりやすく、近所の中華料理屋のエビのボイルにはまって、60分注文しようとして、娘に止められた。海外に行くと、 おにずかと声をかけられることが多い。高校時代、ファッションモデルとして活動し、パリコレにも出演している。2024年の春に、ドラマ GTO が新作ドラマスペシャルとして25年ぶりに復活する。23年間続いた、ピアノ売って超大いでおなじみの、 竹本ピアノの CM が終わってしまった竹本ピアノの会長は当時大ファンだった財津一郎を CM に起用した財津一郎は1995年に脳内出血を発表2010年からは芸能活動を休止していたそれでも竹本ピアノはあの CM を流し続けた映像も俳優も古くて 現代的じゃないと批判されてもテレビにはあの CM が流れ続けた財津一郎が活動を休止しても契約は更新され続けた竹本ピアノは財津さんのおかげでこれだけ愛される CM になり本当にありがたかったですと語ったとうとう CM の変更が決定2023年9月末財津一郎と竹本ピアノの契約は 終わった。そして、10月14日、ザイ津一郎は息を引き取った。2019年に行ったインタビューで、ザイ津一郎は、今僕は仕事をしていないので、僕の最低限の生活を守ってくれているのは、あの CM なんです。今は、あのピアノのおかげで生き延びている。などと、深い感謝を明かしていました。 在津一郎さんは自分の奥さんを自宅でずっと介護していました。お年寄りがお年寄りを介護する、いわゆる老老介護です。誰もがいつかは年をとります。その時、あなたを介護してくれるのは誰ですか在津さんは私たちに奥さんへの献身的な愛と 介護の問題を定義してくれました。綾瀬はるかはニュージーランドでスパイ容疑をかけられ拘束されたことがある。体に回路を貼り付けていたため拘束されました。100メートル走のタイムを聞かれ7秒と答えた。中学時代バスケ部で3年間レギュラーだったが ルールは理解していなかった。ホリプロのオーディションで、うさぎのモノマネをして合格した。ライオンの絵を描くと、足が6本あった。太陽を見て、今日は満月ですね、と言った。将来、子供は何人欲しいか聞かれ、二人欲しい、男、男、女、と答えた。玉木博士のことを、おたまちんと呼んでいる。大河ドラマ、いたんで、 自転車と汽車と並走し、崖から落ちた。収録の空き時間に、岡田正きと囲碁でオセロをしようとし、ひっくり返す瞬間に、両面が同じ色だと気がついた。インコとオウムの違いです。大型のものをオウム、小型のものをインコと区分されていますが、明確な区別はありません。 例外があります。地味なのがオウム。派手なのがインコ。王冠があるのがオウム。ないのがインコと区分されています。木の実はみんななぜ目立つ赤や黄色なのか。木は足がありません。自分から自ら歩いたりすることはないんです。 ほとんどの木の実か赤や黄色の目立つ色をしているのは鳥や小動物に食べてもらうためなんです。木の実の目的は新しい土地で芽吹き、子孫代々まで生き延びていくことですがそのためには種は移動しなければならない。つまり鳥やリスなど小動物に食べてもらい 新しい土地で糞の中に排出される必要があります。だから見た目がいかにも美味しそうな赤や黄色をしているんですね。鳥さんが好きなカラスウリ。中をパカッと開けると納豆のようにネバネバになっています。これも鳥さんが美味しいと思うように 作られているんです。ポケモンのモンスターボールには特殊な機能はなく、ポケモンは小さくなって狭いところに隠れる本能がもともとあります。赤いギャラドスが赤色なのは人々の帰り地で染まっているからである。 ポケモンの世界では10歳になると義務教育が終了し成人とされます。ミュウ2を作ったのはシオンタウンの富士老人です。キノコポケモンパラセクトの本体はキノコである。ゲンガーは体重からしてもピクシーに ゴーストが取り付いたと言われています。ユンゲラーは超能力者ユリゲラーに一度訴訟を起こされ、裁判では任天堂が勝ちました。アーボックの名前のスペルを逆から読むとコブラになります。織田信長は 声が高かったと言われており、鉄砲発射の号令で足軽を難聴にさせたと言います。一週間蜂蜜を毎日大さじ一杯食べ続けると喉の痛みや刺激が和らぎ、声がクリアになります。二週間蜂蜜を毎日摂取すると 肌の乾燥が和らぎ、肌が滑らかになります。3週間連続で蜂蜜を摂取すると、消化を助け、胃の不調が改善されます。1ヶ月間毎日蜂蜜を飲むと、全体的なエネルギーレベルが向上します。2ヶ月間蜂蜜を毎日摂取すると、 アンチエイジング効果として肌の弾力が向上します。3ヶ月連続で蜂蜜を摂取すると髪の健康が向上し髪がしっかりとしてきます。4ヶ月間連続で蜂蜜を毎日摂取すると口の中の健康が向上し口内炎などの予防に役立ちます。5ヶ月間 続けて蜂蜜を摂取すると自然な甘さに慣れて砂糖や人工甘味料の摂取量が減少します6ヶ月間蜂蜜を毎日食べると体内の抗酸化物質の量が増加し免疫力の強化が期待されます1年間蜂蜜を定期的に摂取すると季節の変わり目のアレルギー症状が 軽減されます。マツコデラックスは生まれつき心臓が悪く、10歳で心臓の手術を受けているんです。マツコは木村拓也と同じ高校で同級生でした。マツコは出版社で働いていましたが、人間関係がうまくいかず退職し、28歳から30歳までは 引きこもりだったんです。マツコは20代の頃に占い師に35歳からの人生が何も見えないと言われ、35歳からマツコデラックスとして活動を始めました。マツコではシンプルすぎると思い、少しだけ豪華にしようとデラックスと付けたんです。名前の他の候補としてはロワイヤル。 インターナショナル、ユニバーサルなどがありました。マツコは一時期は身長が180センチ近くありましたが、カレーと共に縮み175センチを切ることになります。マツコはベリーズ工房のファンですが、恥ずかしいのでモーニング娘。のファンと公言しています。マツコには 一般人の平均が80から90種類という腸内菌が100種類存在しているんです。マツコは100人に1人ほどしか持っていない、かつ持っている人でも1%から2%ほどの菌を7%ほど持っていました。芸人のサンドイッチマンは身長と体重が ほぼ一緒です。サンドイッチマンの旅行ポスターを見た外国人がゲイカップルと勘違いし、日本はなんてオープンな国なんだと言いました。サンドイッチマンの伊達が暴行癌になるまではお互いの誕生日にタバコを送り合っていたんです。雨上がり決死隊のホトハラが ディズニーランドに行った際、富沢の子供を連れた伊達に会い、伊達の子供を連れた富沢が現れました。サンドイッチマンは奥さん同士も子供同士も仲が良く、子供同士の結婚はありだと語っています。富沢の奥さんが出産する際、富沢が仕事で立ち会えなかったので、伊達の奥さんが 代わりに立ち会いました。富沢は涙もろく、鬼滅の刃の映画を子供と見に行った際、号泣しすぎて子供が引いてしまいました。伊達はぬいぐるみが大好きで、持っているすべてのぬいぐるみに名前をつけています。ロケの際のお弁当がスタッフより豪華だったので、次から弁当のランクを スタッフと一緒にしてほしいと頼みました。芦田愛菜は両親と関西弁で会話をしています。芦田愛菜が7歳で出演した映画、パシフィックリムでの恐怖で泣き震える演技が凄す,すぎて、監督は映画を見た人たちからこの子を泣かすために、 どんなひどいことをしたんだと疑いをかけられました。足田真奈はデルトロ監督の名前が発音できなかったのでトトロと呼んでいました。足田真奈は6歳の時デパートの営業で桃太郎の芝居をした際全員分の台本を覚えてきていたんです。足田真奈は小学生の頃から年に60冊以上の 本を読んでいるんです。芦田愛菜は受験が終わった後は我慢していた反動で1年で300冊近くの本を読みました。本を読むのは何かの役に立つからではなく息抜きだと語っています。芦田愛菜が5歳の時、参加資格が7歳以上のドラママザーのオーディションにダメ元で参加した際、 演技を見たキャスティング担当者が急遽脚本家を会場に呼び合格しました。キャスティング決定後、脚本家は足田に合わせて役の設定と脚本を一部変更したんです。ビートたけしはなんで俺なんか産んだんだよと母に言ったら、 おろす金がなかったんだよ、と言われた。母は、たけしが芸人として売れてから、会うたびに2、二三十万円のお金を要求してきた。母が亡くなった後、姉から通帳を渡され、中身を見ると、渡したお金は、一円も使われず、そのまま残っていた。子供の頃、 野良犬を拾って帰ったら、母に捨ててこいと怒られ、町外れまで捨てに行ったら迷子になってしまい、その犬が家まで連れて帰ってくれました。なんて頭のいい犬だ、と母は褒め、家で飼うことになりました。その後、同じ犬種を3匹飼い、3匹とも名前はチビだった。 後輩と高級クラブに行った際、志村健と偶然出会い、会計の時に俺が払うとお互いに譲らず、後輩が仲裁のために、ここは僕が払いますと言ったら、二人して、そうとあっさり譲った。一郎は一度だけ、 三振してバットを叩きつけたことがある。その後、バットを作った職人に謝罪のメッセージを送りました。バット職人は選手からお礼をされたことはあったが、謝罪をされたのはあの一度だけと語っています。一郎は現役時代、バットを女子資を備え付けた特製のバットケースに 収めていました。チームメイトに除湿剤を備えたバットケースをおねだりされた際、その選手の背番号が施された特注品をプレゼントしました。フォアボールで出類する際はバットを放り投げず優しく横たえた。カメラ初心者に良いカメラを買うべきか、安いカメラを買うべきか、 相談された際、カメラのことは全くわからないが、最終的には良い道具を持ってほしい。それはどの世界でも同じと答えました。道具への愛着とスキルは関係あるのかと聞かれた際には、関係あると断言し、道具もプレイも大事にすると答えました。軟式野球をしていた 小学6年生の時に、公式の一番良いグラブを買ってもらい、枕元に置いて寝るほど愛着を持っていました。小福亭鶴瓶は、鼻毛は絶対に人に見せないというポリシーを持っています。鶴瓶は東京で無名だった頃、生放送中に二度もあそこを露出して、 曲を出禁になりました。リハーサルで披露したギャグをプロデューサーに傲慢な態度で批判され腹が立ったので本番で自分がアップに移った時に股間を露出しカメラに押し付けた。その番組の最終回に特別に出演させてもらい司会から最終回だから何をやってもいいと言われたので カメラに肛門を見せてスタジオから逃走しました。鶴瓶は生放送で丹波鉄道の自宅を訪問した際、泥酔していてブリーフを脱ぎ脱粉しようとしました。鶴瓶は生放送の野球券企画で泥酔していて負けて全打になったことがあります。27時間テレビで 長崎の離島を訪れた際、泥水していて爆水しながら無意識に抜いてしまい、極部が丸出しになってしまいました。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆様に感謝して終わりたいと思います。